こんにちは、ボイトレーナーのジギロです。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日もワンポイントボイトレ動画をお届けしていきたいと思います。今日はですね、声が揺れてしまう場合の対処法についてお伝えしていきたいと思います。まあ、声の揺れといっても、まあ、声がこう安定してないとかそういうことなんですけども、歌を歌っててですね、まあ、露骨に揺れちゃう方もいれば、まあ、箇所箇所で揺れちゃうとかね、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけども、例えばですね、先日あったのが限られた時の中で、なんかこうなんか細かいビブラートかかってるみたいな感じの揺れ方になっちゃってるような感じだったんですよね。限られた時の中で、まあ、言葉とか音程の変化もあれど、声はこう一定にこう響きは安定しているような状態ですね。声が揺れたりとかせずに、綺麗にこう音程変化もしていって、まあ、息の流れも安定しているような状態ですね。こういったところに持っていきたいんですけれども、どうしても揺れちゃう方で、まあ、どうしてもいらっしゃるんですよね。で、そういう時に、じゃあ何を意識すればいいのかとか、まあ、何が原因なのかということについてなんですけれども、まず原因がですね、あんまりまあ多くないんですけど、まず喉が広くないっていうことですね。喉が狭くなってしまってる。がゆえに、まあ、息の通り道が狭くなってしまって、結果揺れちゃうっていうパターンですね。この場合は喉をしっかり開くっていうことをした方がいいですね。じゃないとこう揺れっぱなしになってしまいますので、これは、喉がちょっと狭いなっていう感じる方、特にこの口先ではなくて、こっちの奥の方ですね。口の奥の空間をしっかり広げていくっていう感じのトレーニングをしていただくと、揺れづらくなるんじゃないかなと思います。まあ、簡単に言うとこうあくびの喉を作るというかよく言うんですけども、まあがっつりする必要はないんですけども、まあ、軽くあくびの喉を作っていただいて発声するということをすると割と安定しやすくなるかなというふうに思います。まずこれが一つですね。で、あとは息そのものが安定しない場合ですね、揺れちゃってる場合、これももちろん声って息に乗って発せられるものなので、揺れる原因になるんですよね。息を吐いた時にその息自体が揺れてないかとかですね、まあ揺れてる場合はこんな感じでこう、揺れてしまったり、あとは途中でこう大きくなったり小さくなったりですね、ね、こんな感じになってしまうので、一定に吐き続けられるようにロングブレースをするということですね。はい。で、ロングブレースが綺麗にできるようになると、ロングトーンも綺麗になると思うんですよ。はーはーはー、息が揺れると声も揺れてしまいますので、はーはい、ということですね。なので、喉を開いている状態で息が安定していれば、揺れることはほぼないかなと思います。はい。基本的にこの二つだけでいいんですけれども、あともう一つはですね、声って結構その精神的な部分ですね、メンタル部分とこう結構直結してまして、喉を開く意識もしてるし、息も安定させる意識もしてるにもかかわらず声が揺れちゃう場合って、まあ、精神的なものから来てる、筋肉のこの硬直だったりとか、まあ、肩の力が入ってしまっているとかですね、それが喉の影響を及ぼして声が揺れちゃうとかですね、まあ、結局は筋肉の部分になってくるんですけれども、それが精神的な、まあ、メンタルのところから来ている場合は、気持ち自体もリラックスさせなければいけないとか、そういったところが出てくるので、ちょっと時間かかるかもしれないです。でもそういう場合もやっぱりどういった気持ちで声が揺れちゃってるのかなとかっていうところを分析していくと、例えば揺れることがちょっと怖くて声が出しづらいっていうパターンの人もいるんですよね。まあ、その場合は失敗が怖くて結果的にそういう風になってしまっているってことだと思うので、あえて失敗するぐらいの気持ちでやってみるとか、まあ、そもそも肩のリラックスをして、まあ、ストレッチをしてからやってみるとか、毎回練習のたびに自分の気持ちと向き合って落ち着かせた上で、発声練習をしていく、まあ、歌の練習をするとかですね、その気持ちを整えるっていうところをこう一つワンクッション置いた上でやる必要が出てくるかなと思いますので、喉の開きと声の安定、まあ、息の安定ですね、というところと、あと気持ちの部分、見つめ直してみて、やっぱり影響してないかなとか見た上で、声が揺れてる揺れてないっていう判断をしていただいた上で、まあ、練習をすると、いいかなと思いますので、ぜひ、試してみてください。まあ、ちょっとメンタル部分に関しては本当に複雑な部分というか、難しい部分なので、一言では言えないことも多いと思うんですけれども、ぜひ見つめていただけたらなと思います。
はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。あと、レッスンご希望の方は概要欄チェックしてみてください。それでは、ご視聴どうもありがとうございました。